では鉄棒に登場。はい、長谷川選手はですね、長身を生かした離れ技、ポゴレロフという技、あとカッシーナ、G 難度と F 難度入っていますので注目してください。まず冒頭はカッシーナ、はい、まずは G 難度から取った。ここからですね、 F 難度の技が入ります。アドラー倒立、 C 難度からポゴレロフ、決まりました。 F 難度、ここからまだ続きます。コールマンです。コスミック、ここも取りました、はい、非常にいい流れ、離れ技も成功させています。あとは倒立と、あとは着地が止まるかどうか。はい、アドラー、さあ車輪で勢いをつけて止めた、自信ボードのキック、そしてガッツポーズ、よっしゃ、大きくありがとうございました。出ましたね、見られました。やはりアンパの失敗を引きずらないっていうのがさすが一流選手ですね。そうですね、はい、26歳になりました長谷川智正。やはりですね、長身ですので、一つ一つの演技が雄大に見えて迫力がありますね。はい、特徴的な技も入りまして、この鉄棒非常に印象のある演技になりました。ポゴレロフ、素晴らしい実施。近づいたり、そのバーに近づいたりすると、はい、肘曲がりなどで 0.3 など減点されやすい技なんですが、非常にベストポジションでバーをキャッチしています。この実施で得点が伸ばせれば、日本代表選考の際、いわゆる日本代表全体に与える貢献度が上がります。代表にまた一つ近づいたか長谷川。本人に話を聞いてみますと、そのことはあまり意識したくないという話はしていたんですが、 D スコア 5.9、 E スコア 8.3、 14.200、 決勝に進める4位につけています。